はい、今日は2014年宅建試験に受かりました、田代さんにお越しいただいております、はい、今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。でまずですね、田代様に自己紹介の方をお願いいたします。はい、田代彩と申します。会社員でフルタイムで勤めていまして、今産休中でもうすぐ子供が生まれます。宅建の勉強中は仕事をしておりまして、で他に1歳の男の子がいます。どんなお仕事をされてるんでしょうか。広告代理店に勤めております。あ、そうですか、はい、そうすると宅建とは全く、違う畑なんですけども、はい、なぜ宅建を受けようと思われたんでしょうか。全く違う業界だったんですけれども、プライベートで自分の家を売ったりだとか買ったりだとか、はい、あとは貸したりだとかっていう機会が結構多くって、はい、でその中で、まあ、自分今自宅は自由設計で作ったんですけれども、はい、まあ都市計画法だとか建築基準法だとか、はい、いろんなことを知らないと、はい、その作った家そのものの価値っていうのが、はい、なかなかわからないし、はい、その設計士さんの言いなりになるのもちょっとどうかなと思って、不動産持った後もその自分の家のローンだとか、うん、税金がどうなってるのかっていうのを知りたかったので、うん、そういういろんな知識欲が湧いてきて、うん、あ、これは1個受験してみようかなっていうふうに思いました。取ろうと思った時に、うん、まあ、通学するとか本で同学するとか、うん、通信教育っていう選択肢がありますけど、はい、なぜこの通信教育で勉強されたんでしょうか。もともと会社員でフルタイムで働いている上に、はい、その子供がいたので、はい、通学はまず無理だろうと思って、で、はい、通信教育、なぜこのフォーサイトを選んでいただいたんでしょうか。資料請求をしまして、はい、無料 の、 サンプルをいただいて、はい、で私広告代理店なので、はい、その資料を読んで、あ、これはなんかいいなって直感で思ったんですね、うん、理由としてはやっぱりそのテキストが分かりやすい、端的で本当に私みたいな素人でも頭に入ってきたっていうことと、広告を作る側としては、はい、私とか受講生にどう響くかっていう素材っていうのはなんか見て分かった。それは広告代理店に入っててよかったなと思ったんですけれども一番良かったのはどれだと思いますか。やっぱりテキストですね。なんていうか、これ以上簡単に書けないようになっていて、はい、からで分かりやすくって、うん、この分量ならできるかなっていう分量だったので、うんうん、全然大丈夫かなと。私の講義はどうでしたでしょうか。とてもなんていうか、いい意味で淡々としていて、はい、なんていうか、ほっとするこれはやってください、これはやらなくていいですと、はい、はっきりおっしゃっていただけるので、はい、うん、すごくこの初心者としてはその通りにしか やんなかったのですけれども、うん、分かりやすかったですね。まあ、フルタイム働きながら、まあ、受かるって結構大変だと思うんですけど、はい、いろいろ工夫されたことがあれば、はい、一番は時間の使い方で、はい、朝会社行って帰って子供迎えに行って寝かしつけてから勉強してたんですけれども、はい、そうするともう疲れちゃって全然頭に入んなかったんです、はい、それをその山田先生おっしゃるように、朝方に切り替えました、はい、それで、4時半、子供と一緒に9時半頃に夜寝てしまって、朝の4時半に起きて、はい、6時半ぐらいまで、まあ、1時間か1時間半ぐらい勉強してっていう風に切り替えていったら、はい、もともと夜型人間だったんですけども、はい、まあ、何ヶ月かだと思って朝方に切り替えたところ、すごく頭に入るようになって、はい、それが作戦としては大成功でした。一番この苦労されたこと、うん、民法、権利関係がわけわからなかった最後まで、はい、納得しないと解けなかったので、はい、もう最後までわからなかったんですけど、はい、でも先生のアドバイスの通り、うん、まあ、権利関係は最後でいいよと、うん、あんまりやらなくてよかった、その分他 の、 科目にすごく時間を費やせたので。完璧に解こうと思うとあれだけで2年にならないと無理ですね。今後はこのどんなような目標を立てるんでしょうか、うん、広告代理店の仕事っていうのも好きなので、はい、うん、それも続けつつ、うん、まあ、不動産関係 の、はい、別に賃貸やったりだとか、はい、売買のに従事するということではなくって、なんかコンサルティング的な仕事をできたらいいなと思っています、はい、うん、最後にですね、これから宅建受ける方にですね、メッセージをお願いいたします。一番に良かったのはスケジュール管理を楽しんだことだと思っていて、大体、まあ、全体で400時間ぐらい勉強すれば受かるだろうって自分に暗示をかけて、7ヶ月間をトータルで400時間管理していました。そんな風に自分に数字でこうよく頑張ったねっていうような葉っぱがかけられるように、楽しい楽しいって言ったら、まあ、難しい試験なんですけれども、
時間管理を楽しんでいけばきっと合格すると思いますので頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。